3月24日、江戸川区役所で東京修礼学園と江戸川区との包括連携に関する協定締結式が行われました。東京修礼学園は様々な悩みから学校に通うことが難しい子どもの支援に取り組んでおり、この4月に旧上一色小学校の施設を活用し、不登校特例校としては全国で初の私立小学校、東京修礼江戸川小学校を開校します。今回の協定はこうした縁を生かし、悩みに苦しむ子どもたちとの関わり方について、区立小中学校との連携や地域での相談会の開催などを想定し、区と東京修礼学園の共同で区の教育環境の向上を目指すものです。公立学校との、連携というのが当然これから大事になってくると思っておりますし、またですね、地域の活性化、そういったことにもぜひつながってくればいいなというふうに思っております。温かいぬくもりのある場に出会うことで、また心が溶けて本当に自分らしい元気な子どもたちが育っていけるんじゃないかなというふうに思っておりまして、今日の日を大変感謝申し上げております。区はこれからもこうした協働の力も生かしながら、子どもたちの健やかな成長を支える取り組みを進めてまいります。